はい、新生活で最高のスタートを切る方法は、本日は人間関係編。はい、昨日は学業お仕事編で、今日は人間関係をうまく活かせるためにはということになっておりますね。はい、そうですね。これって確か先週のさ、先週のフリートークかなんかでさ、なんかほら、あの自己紹介でこけた話とかってしませんでした？しました。ね、僕もそれ思い出したんですよ。ひどい目にあった話がありましたよ。はい、だから最初が肝心というか、初めて会った人と、で、今日人間関係編なんですが、初めてのところでやっぱりそういう自己紹介っていうのももちろんあると思いますが、まあ、そういう一発でどうこうじゃなくって、やっぱりその職場なり、学校なりですね、新しい環境で毎日毎日顔つき合わせていくわけだから、なんか一発これだけやればじゃなくって、やっぱり日常の中でいつもいつも積み重ねる方のまたお話にしたいと思うんですけれども、ですね、まずはあのややスローペースで喋れっていうのがポイントになります。へ、あの、早口厳禁。ほうほうほう、なんかこの番組でお前らが言うなって話もありますけれども、早口厳禁。そしてまあ順を追って、あの順々と喋れと。順々と、順々との順と順の順は違うからね、感じね。順々と、まあいいんだけどさ、まあ要は順を追って喋る。順を追って、なんだろう、別にその面白おかしくこういうような話ではなくって、あの飛躍しないでこうちゃんと段階を追ってものが話せるように。ああ、はいはいはい。まあ、これ特に社会人とか要求される力だと思いますが、あの得てして話し方の下手な人は自分の関心あるとこから喋りたがるみたいなね、順序無視した喋りってよくあるんですよ。なるほど。で、少なくともやっぱりその論理的に喋るっていうのは必要ですから、まずこう次こうみたいな形 その話の組み立てみたいな問題ですよね。まあ、これはあのいつだってもちろんその方がいいに決まってるんだけれども、特に今年のこの4月の場合には、筋を通してきちっと喋るということがとても大事になってきます。で、最初に言ったように、あの得てして自分の得意なことになるとみんな早口になります。なんかダーって喋りたい、でそれで圧倒してやれみたいな気持ちがあったりもしますが、それは今月というか4月は NG です。ちゃんとゆっくりゆっくりはっきり喋っていただくということが今回とても大事になります。で、何よりもあと今言った順序っていうのがこの場合一つのキーワードになりますので、例えばその年功序列もね、年上の人にちゃんと一応こう敬語を使う話である、そういう、そういう意味の順というのもありますし、あと話の持ってき方の順というのもありますし、いろんな手順を学べという意味でもありますし、そういう順というものがですね、4月の人間関係キーワードになっております。なるほど。まあ、別の順っていう、あの順番の順っていう感じがありますけど、あれって訓読みにするとあの素直と従順の順とも読めますので、あんまり俺が俺がと言わないでですね、人の言うことに素直に従っておこうと、これがまあ人間関係を良くするコツになりますね。なるほど。だからあんまりあの俺が俺がって1番に出ない方がいいです。くっつくんだったら2番手につけといた方がいいです。確かにそのね、興奮して喋るときついつい僕も早口になる。まあ、我々あの、ね、こう時間内に収めなきゃいけないからえらい喋ってますけども、はい、あの4月はちょっと人間関係良くするためには、多分4月のこの放送は我々すごいゆっくり喋ってると思います。ゆっくり喋ってると思いますね。1回分をね、2日2回に分けなきゃダメなぐらいの入らなくなっちゃいますから。もしくは半分だけ早口で喋って残り半分黙ってるってのはどうですか？余っちゃう。ダメだよって。それは順が良くないですからダメですね。はい。ぜひ皆さんね、お試し。ということで。はい。はい。ありがとうございました。以上です。